後からもやりますけど、最初まず撮影タイム。すごいですけれども、1年4ヶ月以上経った軍事クーデター、もうまさに今も日々虐殺や、レイプや拷問やもう村ごと焼き討ちにするというようなことも含めて本当に国軍による残虐行為が繰り返されているわけですね。でそれにもかかわらず日本政府そして防衛省は今ウクライナを侵略しているロシアに対する対応とはもう全くレベルの違うというか、むしろ逆に虐殺に加担するようなことをやっています。一つは私たちもですね、NGO の皆さんと一緒にずっとやってますが、ミャンマー国軍の資金源を断てというキャンペーンで様々な取り組みしていますが、日本の経済支援といわれる資金面での国軍のサポートですね、資金源になっているようなお金の流れを止めていないということ、それともう一つが今日のテーマになっています、防衛大学校と目黒にある航空自衛隊の幹部学校になんと本年度も4人の幹部と機関候補生を受け入れて、射撃を含む軍事訓練もカリキュラムに含まれているような、そういう訓練を施すということを政府は発表しました。その中でもこの防衛大学校が3人と、ダントツなんですね。で今までも2014年ぐらいからこの国軍の留学生の受け入れは続けてきたわけですけれども、少なくとも軍事クーデターが起きて国軍が戦争犯罪を積み重ねている中で最低止めるっていうのがこれ普通のことだと思うんですけれども、それすらできないで今年度も様々な批判を浴びながらもそれを継続するということは絶対に私たち認められないし、防衛省に対しても3月に抗議行動行きましたが、今日は直接受け入れて教育訓練を施すこの防衛大学校、久保文明学校長ですね、彼は以前アメリカの研究者ですからよくテレビにも出てたのを覚えてますけれども、今防衛大学の校長になってんだなということを知りましたけれども、本当は彼に出てきてですね強く要請したいところですが、今日候補の方にきちんと要請しようと思いますけれども、何をおいても私たちが声を上げない限りこれは止められないだろうということで、今日は、直接出向いて抗議の行動を準備しました。呼びかけたのは、私が代表してます武器取引反対ネットワークナジャットと、そして、地元横須賀でずっと長年にわたって、反基地平和運動されてきた企画市民宣言運動横須賀、そして横須賀平和戦団、そして在日ミャンマー人として、これもずっと以前からですね粘り強く、独自にそして、ミャンマー人共同でそして私たち日本の市民とも一緒になって、取り組みをされてきました在日ビルマ市民労働組合、この4社の呼びかけで今回の行動を取り組んでいます。そして賛同団体として、日頃ミャンマー国軍の資金源を立てというキャンペーンを一緒にやってきています。メコンウォッチ、国際環境 NGO FOE ジャパン、そして日本国際ボランティアセンター JVC、そしてアーユス国際仏教ネットワークでよかったかな、ちょっと名前が若干ごめんなさいね、書いてあるから読めばいい、ごめんなさい、アーユスさんご紹介ということで、その4社が賛同団体にも加わっていただいていますということで、皆さんにもちょっと全員まで行かなかったかもしれませんが、今日ですねやり方としては最初は要請書を届けようということだけを考えてたんですが、これでおそらく受け取って終わりになってしまうだろうということで、急遽ですね公開質問状もセットにしております。あとで、公開質問状の部分は渡すときに読み上げますけれども、基本的には今までの受け入れのデータですね、実際に何人どういう部署の
人間を受け入れてきたのか、そしてどういう教育内容を施してきたのかと、そして今回の事態、これほど残虐な行為が続いているのにまだ受け入れるというのはどういうことかということをやっぱり見解を示せということ、そして、防衛大学ということで言えば、防衛、大臣ではないですね、制服の、幹部が各国の防衛大臣と連名で共同声明を出しましたよね。そして衆議院参議院で国会決議も上がっているという、そういう中でなぜ防衛大学は受け入れ続けるのかというような、そういう内容の質問をきちっと出して、10日間ほど猶予を置いて、参議院選挙の直前ですけれども6月20日までに必ず返送するように、今日朝郵便局に行って、速達の封筒を作ってですね、一緒に渡すということをやろうと思っています。ということで、まあ、それに応えるかどうかも問題ですけれども、できる限り私たちの意思をきちっと伝えて責任を追及するという取り組みにしたいと思っています。前置き長くなりましたけれども、私たちは、ミャンマーの国軍の留学生は防衛大学校が受け入れ続けていることに反対して今日取り組みをしています。防衛大学の関係者の方も我がこととしてこの問題ぜひ考えてください。このままでいいとは思いません。ということで、ちょっとお二人ぐらいから発言を受けたいんですが、地元で、今日受け入れといいますかね、案内も含めて、やっていただきたいと思ってますが、比較市民宣言運動横須賀および横須賀平和戦団の市川太陽さんの方から一言お願いできますか。横須賀平和戦団の市川と申します。本当に遠いところが皆さんありがとうございます。今杉浦さんからいろいろとご説明がありました通りですね、受け入れることは絶対許さないという姿勢を示さない限り、ずっとこれまでこれからも続けていくんじゃないかと思います。で、私の方でですね、全員にお配りできなかったんですが、防衛大学とはどういう、教育内容をやっているのかということの一端をですね、皆さんにご説明したいと思います。2013年から15年ぐらいの間にですね、防衛大学生がですね、いじめやパワハラによってうつ病やあるいは声が出なくなったというような非常にひどいいじめパワハラを受けてですね、退学せざるを得なかったという事件がありましてですね、福岡の方で事件がありまして、これはもう確定していて、勝利しています。現在横浜の方でも同じように、裁判が行われています。これについてはまだ審理中です。で、どんな内容なのかということなんですが、ここにですね、防衛大学の指導の実態、これは情報公開なのでも取り寄せて見てますけど、その細かくですね、分析したものがここにあります。もう殴る蹴る、これはもう日常、体毛にアルコールを吹きかけて燃やす、あるいは日常的にですね、訴訟ポイントということを積み重ねて、ある程度の、点数になったら買収をやってこいというふうに強要すると、それから、空気室とかね、これどういうことか戦前のね、兵士いじめの中でもよく出てきたんですけどね、空気室だから椅子に座ったという状態でもうずっといろんなことをさせるわけですね。で、こうしたいじめがたくさん行われていて、現在でもですね、2年前に、防衛開校祭というのに行ってみたら、そういう書類が貼ってありました。だんだん呼び出して指導すると、そういうことね。で、結局ですね、なぜそういう教育内容かと言いますと、一つにはですね、防大ができたときに、副校長以下、現場の教官はすべて、昔の戦前のですね、陸士出身、彼らがその旧軍隊のやり方をそのまま受け入れて、そのまま、行ってきたと。それからもう一つ大きな理由としてね、防大側としては、こういういじめや理不尽な命令をすることによって、絶対服従する兵士を作り上げる、こういうシステムになってるわけですよ。こういうシステムで理不尽な絶対命令に従えないような人間を排除して、
本当に兵士として上からの命令は何でもやると、もう殺人でも何でもやると、そういうことを作る兵士、そのためのシステムがこの学生指導要項なんです。ここに書いてありますけどね、こういう実態があるわけで、もちろんミャンマーの留学生がですね、入ってくればこういう教育実態の中に押し込まれて、同じようにですね、そういう民衆に対する虐待を行う、そういう学生を仕上げてしまうということが、これは絶対に許されないことだと思います。すいません、何となって、はい、後で皆さんこれ見てください、ね、ありがとうございます。いじめの問題、ドキュメンタリーなんかでもね、深夜のやってたりはしましたが、でもそれほど多く知られていることではないのじゃないかと思ってます。そういう自分たち自身が内部でですね、深刻ないじめ、パワハラ、まあ虐待ですね、必要の。そういうことをやって訴訟にもなっているようなところが、まあどの面下げてミャンマーの人たちを教育するのかっていうね、ミャンマーの問題がどうなっているか以前にですね、そういう資格はないんじゃないかと思うんですよね。ですから二重にこれはおかしなことをやっている、ありえないことだということを改めて、感じることができました。ありがとうございます。本人されることは決して許せません。なぜかというと、ミャンマー国軍の幹部を世界中で婚姻してあげた国が、日本を含めて4つの国があるんです。1つのオーストラリアはとりあえずやめました。日本と中国とロシアはまだ続けてる。だ、日本の立場は中国とロシアと一緒じゃないんでしょうか。日本の考える方は中国とロシアとレベルだけじゃないでしょうか。私はそれを言いたいです。また世界中でも問題になっているウクライナの侵攻についても、日本政府はロシアを経済制裁する、それは決して良いことで、私たちも賛成する。どうしてもその支援のお金、あるいはミャンマーに出する ODA、 それは日本市民の税金です、私たちも含めて。それなのにロシアを経済制裁して、じゃあロシアがウクライナに侵攻することを賛成と言ったミャンマー国軍に支えていることが意味はわからないです。それのともに、日本政府の指導で、あるいは防衛大臣の指導で、その大学側がなぜミャンマーの軍部を受けて訓練されているのか、ミャンマー国民がそんなに犠牲者になって、ヒューマンライツナウの、調べてから、ヒューマンライツウォッチ、ごめんなさい。調べてから2016年に訓練されたフロンモーという方が、今メイティラというミャンマー国軍の、ところで村を焼けたりところを指導しているということが事実であれば、この訓練してあげた日本の防衛大学の人も関係者もミャンマー国民を犠牲者になってたミンアウンライン犯人と共犯者ではないんでしょうか。私は、あるいは日本の国民が尊敬している防衛省、自分の国を守るという立場である防衛省がミャンマー国民を殺す国軍の幹部を婚姻してあげたということが、どう感じて考えているのかということは全く理解できない。日本の国民の皆さんが今ミャンマーの人をかわいそうだということ、支援をいろんなところで、日本全土で募金活動をやっているミャンマー人の青年たちに声を上げたり、募金を上げたり、本当に私たちは感謝するしかない。感謝をしています。頭を下げて感謝の言葉は何回も何回も言ってますけど、この中で防衛省とか
今の日本政権が入ってるかとかということ全くありません。まあ噂では日本は民主国ではないよって、日本はそろそろクーデターの始まりじゃないかということも考えてる人もいる。どうしても国軍がミャンマーの国民を守る立場から 国民を虐殺することは子供でも考えればわかると思います。それなのに日本政府あるいは日本の防衛大学がそういう考えではなければないということは、私たちは彼らの教育、頭の IQ は中国とロシアとレベル同じだというしか見えません。私たち在日ミャンマー人、あるいはミャンマー国内でも平和と民主主義を求めている国民たちは諦めないで粘り続けて、民主主義が、平和が、法律が取り戻すまで粘って続けていくしかないんです。皆さんもどうぞ応援してもらいたいんです。ありがとうございました。はい、水井さんありがとうございました。今日あの在日ミャンマー人の方も、仲間が何人か2人か3名来られてますね。全部で4人来ていただいてます。ありがとうございます。ということで、20分についてちょっと待たせているので、ここであの要請書兼公開質問状を読み上げて手渡したいというふうに思います。すいません、お待たせしました。どなたか受け渡ししてますので、こっちに来てください。ここに入らせないんだ。ここにやりましょう。ここで、いや、そんなとこ行く必要ないですよ。なんでそんな端っこに正面で堂々と受け取ってください。通行される方がいるので、それでなんですよ。いや、申し訳ないです。ここ開けてればみんな十分行くんで、じゃあここで行きましょう。通行邪魔にしないように、ここで行きましょう。これが入るようにもうちょっとこっちに。なんか写真撮って写真記録用で撮りますけど、いいですか。はい、うちも、じゃああちらも記録用で問題ないということですから、はい、これでじゃあ僕は一応成り行き上読みましょうか。はい、はい、いいですよ。お顔は撮ってもいいですか。マスクされてて大丈夫だった。公務員だから心配ないんだね。マスク外してもいいんじゃないですか。それいいな。じゃあ行きます。はい、お願いします。ちょっと撮影してください。すごい膝と違う。じゃあ、あの大事な文章なので読み上げますね。はい、抗議文および公開質問状。防衛大学校校長久保文明様、防衛大学校はミャンマー国軍留学生の軍事訓練を直ちに中止してください。ミャンマー国軍による2021年2月1日の軍事クーデターから1年4ヶ月が過ぎました。国軍による残虐な弾圧は全く止まっていません。国軍が指揮する治安部隊によって少なくとも1906人以上の人が殺害され、不当に拘束または逮捕状が発行された人は延べ 13,769人に上っています。これは政治主支援協会などが6月7日時点で発表したものです。そしてロシアや中国などから輸入した武器を用いた無差別空爆や焼き打ちも繰り返され、性暴力や拷問、強制失踪なども続いています。さらに国軍は6月3日テロ関連の罪で死刑判決を下した元国会議員と著名な民主活動家ら4人の刑を執行することを表明しました。執行日は未定ということです。死刑執行は1990年以来となります。政治犯の露骨な処刑であり、決して許されません。こうした中、岸田政権防衛省は今年度もミャンマー国軍の幹部士官候補生計4人を受け入れ、実弾射撃を含む軍事訓練などを施すことを決めました。とりわけ横須賀にある防衛大学校、久保文明校長は2人の士官候補生を本科に、1人の幹部を研究科に受け入れ訓練することになります。カリキュラムには戦闘訓練も含まれます。これは軍の暴力を後押しするものであり、
虐殺をはじめとする戦争犯罪への事実上の加担に他なりません。驚くべきことに、ヒューマン・ライツ・ウォッチの調査によれば、日本で軍事訓練を受けたミャンマー空軍中佐が、ミャンマー中部マグウェイ地方での深刻な人権侵害、諜報機的処刑や放火などに関与したとされる基地に所属していることが明らかになりました。日本政府や防衛大学校などの姿勢は、ウクライナを侵略しているロシアへの対応に比べ、明らかに二重基準です。政府や防衛大学校は、軍事訓練のためのミャンマー国軍留学生受け入れを直ちに中止し、今までの訓練参加者が人権侵害に関与していないかを徹底調査し、結果を公表すべきです。以上の観点から私たちは、防衛大学校に対して、今年度の3人の国軍留学生の受け入れを直ちに中止することを要求します。その上で関連する以下の質問に対して、誠実に回答されるよう求めます。私たちは主権者、納税者として知る権利があり、防衛大学校には説明責任があります。1. 今までのミャンマー国軍留学生の受け入れに関して、すべての年度のデータをできる限り詳細に開示してください。具体的には、人数、保護の留学生の氏名、国軍での所属部署、階級、教育訓練の具体的内容です。2. 軍事クーデターを強行し、残虐な戦争、人権犯罪を繰り返すミャンマー国軍の留学生を受け入れ、戦闘訓練を含む教育訓練を施すことは、国軍への明白な加担であり、共犯行為ではありませんか。非大学としての見解を示してください。3. 軍事クーデター発生後の2021年3月28日、統合幕僚長山崎浩二でいいんですね、陸将は、ミャンマー国軍の暴力行為を非難する12カ国の共同声明に賛同しています。また2021年6月8日には衆議院でミャンマーにおける軍事クーデターを非難し、民主的な政治体制の早期回復を求める決議が、6月11日には参議院でも軍事クーデターを非難する同様の決議が採択されています。それにもかかわらず、なぜ防衛大学校は国軍留学生の受け入れを続けるのですか。4. 日本で軍事訓練を受けたミャンマー空軍中佐が、ミャンマー中部マグウェイ地方での深刻な人権侵害に関与したとされる基地に所属していることを、現時点、今日6月10日ですね、現時点で大学として把握していましたか。またそれについてどう考えますか。さらに今まで受け入れた国軍留学生がミャンマーに帰った後にどうしているか、大学として把握していますか。していないなら今後調査して結果を公表する意思はありますか。以上の4つの質問です。これはですね、非常に大事な内容で、私たちとしては一刻も早く受け入れを中止するというですね、決断を久保学校長にしてほしいわけですね。でもしそういうことを防衛大学校がしっかりと独立して判断して決断できればですね、非常に大きなメッセージとして、日本のみならず国際社会、そしてミャンマーの人たちにもですね、日本が国軍の虐殺に、やっぱり日本がというか、防衛大学校が国軍の虐殺に加担することを拒否するんだという、そういうメッセージとして伝わる非常に重たい重要なメッセージになるんです。ですから、一刻も早くそういう決断をしてほしいということで、この4つの質問に誠実に回答していただきたいと思っています。日数がそれほどないわけですが、一応10日間ぐらい、期間をとって、6月20日に筆着でこの速達の切手を貼った封筒と一緒にお渡ししますので、回答をですね、こちらに入れていただいて、ご返送必ずしていただきたい。もし答える必要がないということであっても、その旨を書いてですね、返送してください。切手代こちらで持ってますからね、虚しくならないように最低限答えるということは、大学として当然ですけれどもね、やっていただきたいと思っています。でなお、これはですね、公開質問状ですので、回答内容及び回答がなかった場合は、その点も含めて、メディアに伝え、SNS などでも公表していきます。大学の態度が問われるということになります。その点も合わせてお伝えしておきたいというふうに思います。ということで、皆さんよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。ちょっと渡すところ写真撮らせてください。
申し訳ないんですけど、もう一件あの思考だけお願いします。はいはいはい、あとで、はい、大丈夫ですかね。はい、いただきます。はい、じゃあちょっと待ってください。一緒にこれから。防衛大側も写真を撮っていますね。ご報告くれました。今日ですね、実は同じ今日ですね、ヒューマンライツウォッチ、さっきあの空軍中佐が向こうで作戦に関わっている基地に所属しているという、これを調べたですね、NGO の国際人権 NGO のヒューマンライツウォッチの担当の笠井哲平さんたちがですね、この間ネット署名をチェンジで集めて、おそらく4万8000を超えて相当な数が集まったんです。で、今日防衛省に提出されて、確か夕方5時ぐらいからオンラインで記者会見もされると思いますが、あのそれぞれまあ頑張ろうということでエール交換もしています。で、笠井さんの方からあのメッセージをいただいてますので、これも合わせてお渡ししますので、短いのでちょっとここで言いますね。クーデター後、日本政府は平然とミャンマー国軍の軍人を留学の名目で軍事訓練を提供している。これはミャンマーの人々の期待を裏切る行為であり、日本政府自身が謳う人権外交に矛盾する政策だ。日本政府はミャンマー国軍の顔色を疑うのではなく、日々人権を侵害されているミャンマーの人々に寄り添うべきだ。直ちに同プログラムを停止し、人道支援以外の ODA も停止、そして軍幹部や軍系企業に対して経済制裁を科すべきだ。先日の死刑執行宣告など一刻も争う深刻な状況になっている。ヒューマンライツウォッチ笠井哲平ということでメッセージもらっています。これも合わせてお渡ししたいと思います。また渡してるけど、まあ、さっき、もういいね。はい、どうもありがとうございました。この中に、一応、方法で、紙で、紙で、取りました。じゃあ、あの、設置面ありますので、ちょっと回答、もう一つ、すいません。もう一件、もう一件じゃあ。もう一件。別の団体が。はい、じゃあ、手で渡すだけですけど、すいません。お渡しするだけしてください。あ、はい。はいはいはい。はい、はい、はい、どうもありがとうございます。ちなみに、あの、久保さんまで届くんですよね。久保さんまで来てくれて、今の。はい、よろしくお願いします。はい、はい、もう撮ってます。はい、ありがとうございました。なんとか無事受け取りができてよかったですね。まあ、あとはもう、あの、20日期限ということにしましたので、必ず、返答が来るように、まあ、来なかったら電話をしてですね、督促して、行きたいと、しつこくしぶとく頑張っていきたいというふうに思ってます。参議院選挙の前というタイミングでですね、スタンバってますので、こちらはあのプレスリリースもしたいと思います。まあ、なかったらなかったでふざけるなということで、メディアの方にも注目していただきたいと思いますということです。はい、で、あとですね、もう基本的にはそんなに長くここにいるつもりないんですが、どうでしょう、どうしても発言したいなどという横須賀の方とか、に三倉さんとかどうですか。遠慮しないで、地元民だから一言お願いします。はい、押しながら。ここは地元中の地元で、実はこの小原台を海の方に下がったところに生まれてきました。小原台が建設される前は戦後開拓農民が、ここで農業をやっていて、それを力づくで追い出す形で、保安大学ということで作られて今の防台になっている。この防台の土地を、造成するときに鉄砲水が出て、僕のおふくろの実家が、それで土砂で潰されて、おふくろの弟さんが行方生き埋めになって、まあ、助かったという、そういう経緯があります。で、今日お伝えしたいのは、今年の3月に防大の卒業式がありまして、72人の防大生が民間自体、自衛官になることを やめたということですね。これは防大の歴史の中で第2番目に多い数です。防衛大臣はウクライナ戦争についての影響を
記者から聞かれたときに、今、そのことにその答え、時ではないみたいな。で、一番多かったのは湾岸戦争が起きた年なんです。で、一番民間拒否が少なかったのは、東日本大震災で自衛隊が頑張って、たくさんの人を助けた、その次の年が民間拒否者わずか5人だったんです。だから、膨大性、これを卒業して、自衛隊に入って、自衛隊の指揮官になっていった時の社会情勢、日本を取り巻く戦争と平和の全体構造、それを敏感に、影響されてしまう。自衛隊行くべきか否か、自衛隊行くべきか否かということをそれぞれ判断していって、民間自体者の数を見るだけでも、膨大性の気持ちみたいなものが、あと、太田さんちょっとつないで、月曜日にちょっと自衛隊の、大きな訓練があるんで、それについて、午前7時からこういうことを予定してるんですけれども、午前7時だから皆さん、無事にいいかと思うんですけど、ちょっと内容お願いします。すみません、準備時間よくあります。海外派兵が非常に今日常化してるんですけどが、2017年からですね、インド太平洋派遣訓練というのを行っているんですね。これは空母出雲とか加賀なんか交代で行っているんですが、今年はですね、1000人単位の大動員ね、で138日間というインド太平洋をぐるーっと回って訪韓外交を行うわけですね。アスパック、ユンパックなどに参加しながらね。で、1000人の内容はやっぱり出雲、それから、潜水艦、それから航空機ね、こういうものをそ動員して行うわけで、やっぱりこれはそういう訪韓外交はやめろという声をですね、出すべきだということで、13日の朝早くて申し訳ありません、7時半、上野に公園、横須賀にありますけども、潮入駅の近く、ここに集まってですね、ただ時間が上がらないので、ちょっと皆さんに、長期間、いることになるかもしれませんけど、よろしくお願いします。13日、朝7時半、上野公園にもし来る方は、よろしくお願いいたします。ごめんなさい。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。7時半です。はい、ありがとうございます。本当にこの間ですね、自衛隊がもう平気でグローバル展開というんでしょうかね、もう自衛隊のレベルはとっくに超えていて、もういろいろな、まあ、いわゆる西側といわれる軍隊とですね、共同訓練、もう実践的なものも含めて、さまざまなところでやっています。そのことがあまり日本のメディアでも報道されない中で、既成事実化が進んでいるという意味では、こういう一つ一つの具体的な訓練にしっかり抗議をするということは、とても大事なことだと思います。本当はまあローカルのテーマというより、本当に大きなテーマなので、首都圏の私たち、まあ、平和運動に関わる人たちもですね、もっと敏感にこういう呼びかけに応えていくべきだなということを改めて感じました。